最終回大詰めを迎えました。バッターボックスには読み切りモンスターズ最強の4番打者ゴチロー。打率4割3分3厘、ホームラン85本、まさに怪物モンスターであります。さあ対するピーチツイスターズのピッチャー相模、勝負球は何でしょうか。もう野球なんてやめたら。疲労か。俺のチームは打たれすぎんだ。田上をトレードしますか。もっとも欲しがる球団があればの話ですが。その必要はねえ。パパ、ピッチャーの球をバットで打ち返すのが野球でしょ。そうだ。だが三振も取れねえピッチャーはマウンドの砂利以下だ。そんなピッチャーの球なら私でも打てるかもね。俺でも打てるさ。出せたな。ああ、気にしなくていいっすよ、オーナー。なんです僕に酔って。最近ますます胃の調子が悪くてな。僕の胃薬飲みます？効き目バッチリっすよ。お前の気持ちはありがたく受け取る。だが俺の痛みは医者や薬じゃ治せねえ。やる。なんて、おかしかったりやがって。それでもプロか。てめえに5億も払ってる俺の身にもなってみろ。これでゲームセット。延長戦はなしか。持ってきたか。注文通りにね。入ってもいい？ずいぶん念入りっすね。お前らとサツがグルかもしれねえだろうが。なわけないでしょ。俺らの商売も非合法っすよ。あんたらと一連卓勝じゃないですか。どこ触ってんのよ、やらしい。悪気はねえんだぜ。で、おとりでパクられちゃかなわねえ。よし、今度は後ろ向け。ニクラちゃん、我慢我慢よ。逆らうと殺すぞ。死ぬのはあんたよ、チンピラ。チンピラ、見当つけてかかってきな。時間がねえ。始めるぜ。頼むぜ、ミクラちゃん。短期は命取りだって言ってたろ、いつもよ。ん？何やってんだよ、ここで。関係ねえだろ。お前こそ何やってんだよ。
自撮りだよ。二日前そこのドーム球場地下駐車場で殺しがあったろ。ん？殺し？執筆活動に暴殺されて新聞テレビも見てる暇はねえってか。相変わらず長いまつげしてんのね、お前ってものは。ま、頑張って容疑者でも見つけな。なんなら俺が星を探してやろうか、キラッと。黒川、読ませてもらったぜ、お前の本。あ、やっぱバレちまったわけ？ペンネームにした意味ないじゃん、ないじゃん。起きて挨拶しな。よろしくね。こりゃ稼げるぜ。2回を目安にしてください。送料込みの購入代金支払っていただきましょう。腹いせに署内の暴露本なんか書きやがって。秘密の保守義務なんて制度は市民のためにはなんねえの。解放してよく知ってもらわなくっちゃな。俺たちだって聖人君子じゃねえ。お前もよく知ってるだろ。それよ、俺だってセルピコ気取ってたわけじゃねえ。俺だけ免職にしやがったお返しだよ。退職金も出ねえし、世間の目は致命的し、どうせなら油脂免職にしてほしかったぜ。てめえたちもな、続編も出すから覚悟しとけ。ん？そういうこと。また裏切られた。迂闊に人を信用するもんじゃねえな、マヌケ。信用なんかしてないよ、セクハラデブ。5、4、3、2。おっちゃん聞いてんの？何の我だお前ら。あれ、所長の不眠症はてめえのせいだぞ。離せこのバカ。おっちゃん、おお、なんだ。誰この人？通りすがりの公務員、気にすんな。ハゲ呼ばわりしてごめんね、おっちゃん。緊急事態でも言葉ってのを選べっつの。じゃあやることやってよ、こっちは命がけなんだから。あ、俺の愛車に穴を。止めやがって。黙れ。撃たないで。しぶといわね、もうどんで。待て、穴だらけ。穴があったら自分に入っちゃう。どうよこれ。あし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 。やっと苔にしやがって。またご来店くださいね。たまらんたまらん。ミクラちゃん、飯飯。何味？味噌味だよ。しかも八丁味噌だからギンギンにうめえぞ。今日はお前らに危ねえ思いさせちまった。せめてものお詫びつうことで一つ頼むよ。悪いと思ってんならしゃぶしゃぶでも食べさせてよ。この商売、危険は覚悟の上。俺はクロさんのその思いやりだけで腹いっぱいっすよ。泣かすこと言ってくれるよな。原田君を仲間にして本当よかったわ。大好きよ、すっごい好き。男の友情もいいけど
さっきの損害はどうすんの。代金未払いだよ。今日の仕事も。クロさんの印税まだ残ってんでしょ。ベストセラーだぞ。 2,3 年は食いっぱぐれねえの。俺の愛車もあっという間に元通り。うん、よかった。この里芋美味しいと言いたいところだけど、やばいのよ実は。冗談だろハゲ親父。あら、また言ってるよ。座って。どうなんだハゲ。原田君まで、なんつってね、脅かし脅かし。どちら様。先日電話した江本と申しますが。そこを登っていいよ。上に扉があるでしょ。どうしたの？招かざる客か？いや、大丈夫っす。安全な客っすよ。どうぞ。桃美様、漢方医が来宅しましたが、どうします？オーナーに知れたら怒りますよ。どうせ人事は一新するんでしょ？更迭するだけでこの世から抹殺するわけじゃありませんよ。パパだって同じことしてるじゃない。オーナーは大人です。何よその理屈。お酒タバコ殺しは二十歳を過ぎてからってことね。まあとにかくオーナーが戻る前にその死体を処分しないと。パパは女のところとある人妻に夢中ですよ。囲い女って17人くらいいるんでしょ。隠し男性かもしれませんよ。顧問弁護士なら何か情報を入手してるかも。どうしました？顔色が。顔色の悪さはお前が日本一よ。そういえば、まだまだパパの腕には及ばんな。キャリアや経験が全てじゃないわよパパ。私には天分があるの。見ててよ。聞いたか広岡。ミラクルボール2号爆投。落ちる。過信は禁物だ。じゃないか。でしょ。ピーチスペシャル格闘。桃吉君グレート。始めるよおっちゃん。頼むぜお二人さん。この仕事がうまくいったらタラバガニ鍋うどん腹いっぱい食わせる。タラバガニ、この面見覚えあんだよな。つらつら思うに。どこで見たのかな。思い出せ。
ああ、はしゃぎまくってるから気づくわけねえよ。全部飲んじゃう前に落とさなきゃ。な、ミクラ。ん？何？こんな時何考えてんの？この仕事蹴りついたらさ。ミクラ、若いやつはやめとけ。あれ？戦闘メカ。バッカー、よそ見してるから。イチかバチか。やった！ミラクル！ボール3号。ビンゴ！出ろ！出ろ！あ、ダメダメダメだ。出る。あ、お、うわ、くそ、かな。かな。出てこねえとてめえの脳みそ便器に流し込むぞ。さあ、わかりましたよ。なんだお前。静かに。俺が誰か知っての行為か。あんたが総理大臣でもこれは仕事だから実行するだけよ。殺すのか。心配しないで。おやすみ。このジジイ、子供の頃から何回も夢に出てきたんだ。なんか変な感じ。不安になってきたな。お前の予知夢ってろくな結果にならねえから。やば。お茶準備しといて。慎重に運べよ。ちゃんと持てよ。なんでこんな力仕事まで私がやるわけ。今度はおっちゃんにやらせる。クロさんの体力じゃ無理だって。80、90のジジイじゃないんだよ。古傷が痛むんだなんて自分に甘いだけじゃん、あの親父。ん？どうした？俺の頭になんか落ちてきた。それじゃねえのか？これは。ほら。大変だぜ。広岡さんに知らせろ。どこに消えちまったんだよ、オーナー。ちょっと待って。よいしょっと。なんだよ、休んでる暇ねえぞ。腕がガクガク。ちょっとだけ休憩しよう。だからそんな時間ねえの。じきバレちまうんだ。早くしねえと。もうバレてるぜ。ゆっくりとオーナーを下ろせ。銃持ってやがれ。どうする？返そう。それしか助かる方法ないもん。ねえ、てめえら。晩ご飯が食べたかったら動かないでね。即効性ノンレム睡眠薬だから心配ねえよ。おやすみ、マッチョマン。バカ。やるじゃない、あのマッチョ野郎。薬が切れきら、あら、よろしく。私一人で運べるわけないでしょ。起きろボケ。今度は殺すぜ。この俺からオーナー拉致できたら褒めてやったけどな。褒め言葉は今言ってよ。
ジジイはもらってくわね。桃美さん、オーナーが。パパまだしてるの？匂ってもいいからさっさと連れてきて。そのオーナーが。野球のチーム名も排便ウンチーズにでもすりゃいいのよ。本当に打ち上がった。バカ。ちょっと天井しっかり作ってよね。あれ、おっちゃんバレちゃった。パパ、おお、あっちゃ動くな。動くと晩ご飯は食えないよ。お前たちがオーナーを。誰だてめえは。知りたかったら自分で調べな。大昔のテレビヒーローは名乗ったものよ。ま、聞くだけ野暮だったわね、オレンジ女。お前は、あんた、そんなクソ玉当たるか。殴ったわね、このメス豚。チョコマカとガキが。プロヤ、やばいよ、我ら。オーナーの安全が第一です。冷静になってください。原田、夢から覚めた？こりゃ悪夢だ。ミクラ、もう予備の弾がね、ずらかろうぜ。ここまで来て敵前逃亡は絶対やだ。俺たちだけじゃ限界だよ。おっちゃん、何やってんだよ。ちゃんと聞いてんのか、このボケハゲ。まただもんな。お待たひ。遅いよ。クロさん、早くこいつを。ミグラ、これでストライク取ってこい。了解。どっち投げてんだ。あっちだろ、バカバカ。おっちゃん、ボーリングしたことないの？ヒロカ、なんとかしろ、早く。はい、お願い。行きます。大丈夫してる？お二人さん。うぇ、かろうじて。あんまし、ハゲオーバーリーすんなよ、な。嫌な夢見ちゃった。これも予知夢かな。途中まではよかったのに。なぜ言わなかった？危うくくたばるとこだったんだぞ。危険大工業でしょ。それくらいは覚悟の上では。俺たちはね、穏便に処理したいの。あんたの情報が俺たちの生死に関わるんだよ。あいつ誰だ？その前に見せてちょうだい。確かに私たちだから成功したんだからね。答えてもらおうか。この男はピーチツイスターズのオーナー、桃井桃吉。桃井知ってるの？君たちに残りの金は払えん。こらジジイ、何よ今さら。桃井が死んでいる。